平成25年5月3日11時です。島根県益田の天狗山に登ります。一応ここにも車が2台ぐらい止めれますね。杖が置いてあります。シダが多いですよ。11時5分、なめら滝でした。これ、手を洗ってお参りします。緩やかな道ですね。11時23分、天狗神社です。着きましたね。標高437メートルです。西側に回ったら木が立ててありますね。ちょっと行ってみましょうか。あれ？上に上がれそうですよ。上がれましたね。景色を見せてもらいます。360度の展望ですよ。南の方向に電波塔が、もったがたきやごまがたきがあるんでしょうね。西の方向です。おや、日本海が見えてますね。青いですよ。北の方向、北東、そしてまた東の方です。麓には大きな川が流れていますよ。国道の488号線です。さあ、社の方向ですけれども、岩がすごいですね。前に出ませんよ。あれが山道です。広場の前の岩場からは東と北東の展望があります。山頂に桜が植えられていますね。大きくなってきています。ガマズミでしょうかね。匂ってますよ。新緑が綺麗です。アセビはもうすでに花が終わって実ができています。さあ、11時45分下山開始します。同じ道です。細い道ですよ。11時58分なめら滝に戻りました。さあ、下りますよ。
12時7分下山しました。